りお腹空いてない？みんなはね、スイカとかメロンを食べるなんですけど、やっぱりイタリア人としてピッツァだなって思う。暑くても寒くても毎日ピッツァぐらいは食べたいなと思うんだが、やっぱり日本のピッツァは高いし、どこでももう買えないし、で、なんかたまたまコンビニに行ったら、あれってピッツァあるんだって聞いて、で、日本人からこれを勧めされたことはある、スティックピッツァで、スティックピッツァがどこでもコンビニにあるからすごく便利なんですけど、なんかよく見たらさ、あれその形がどこかで見たことはあるなって、ピッツァの形じゃないよねって思って、実はイタリアにあるんだよこれ。ただスティックピッツァじゃなくてカルソーニって言うんだ。カルソーネ、カルソーネね、カルソーネはたくさん、カルソーネは一つ、カルソーネはナポリに生まれた結構昔で、そういうピッツァ、まあ、ピッツァみたいなんですけど、ピッツァがプラス2つぐらいに巻いて、で中はそのモッツァレラチーズとかトマトソース、このポモドロとかたくさん入ってます。これでインスピレーションで撮ったんじゃないかなって思うんだが、この前パスタの動画はね、結構いろんな方が見てくれて、あ、もう一回チャレンジやりたいなと思って、今回はね、もうイタリアの力でどれが一番美味しいを選べたいと思います。では今から食べていきたいです。まずはローソンのやつです。じゃじゃーん。見た目のレールはね、やっぱりもう開けた瞬間にちっちゃいねと思った。ピンちっちゃい。で、でもなんだろう、なんかちっちゃい感じにですよね。これがちょっと小さめなんですけど、もしかして中はめちゃめちゃ美味しいかもしれない。ちょっとね、食べ方がちょっとよくわからないんですけど、やっぱり食べ方ちょっとわかんないね。どうやって、これこれどれかな。まあとりあえず私は適当でこれでいきたいと思います。いただきます。あんまりソースが、あっせっ、あっせ、うん、なるほど、うん、美味しいは美味しいんだけど、やっぱり優しい味ですよね。イタリアのマカツニもそうだけど、さすがダブルだからすげえ味がすごく強くて感じするんだけど、これがペッパーも入ってるんですね。モッツァレラトマトソースとペッパーが入ってるっていうのを感じします。うん、あ、これがいいね。これがあると美味しい証拠です。でも味がちょっと薄いかもしれないですね、うん、これはじゃあ次でいきたいと思います。ではこれはセブンティレブンのピッチスティック、どう言えばいいんですね。で、見た目がやはり違うんですよね、うん、なんかさっきよりがなんか小さめっていうか結構遅いですね。遅くて、で、開けてないから中身がね、何が入ってるのかわからなくて、はい、今から食べようと思います。いただきます。やばい、全然知られへん、これあっち、これ何でもっとあっちやな。あ、うん、あ、全然違う。え、全然味は違うね。うん、これがね、トマトソースめちゃめちゃ強い感じます。なんか酸っぱいぐらいがあるなんですけど、そのチーズってなんかそんなに感情がないですね。あとはなんかチーズがね、そこまで味が強くなくて、やっぱりそのトマトソースはあったりしてるだし、ですごく強くね、トマトってな感じの、なんかちょっとパスタピザみたい。本当はパスタピザの感じするんだけど、やっぱりこの下がすげえもう全部トマトたっぷりしてるから、やっぱり全部食べたら美味しいんじゃないかなって思います。で、
これはファミリーマートのピザカツオリピザカツオリは、あっち、あっち。やっぱりこれは本当のカツオリの見た目です。これ本当ね、形としてがやっぱりそういう、あっち、あっち、こういう感じは本当のカツオリの感じしてるんだけど、またもはどんな感じなのかな。はい、いただきます。柔らかいね、これ。なんか、あ、ソースはね、トマトソース、またペッパーとモッツァレラな感じなんですけど、一番最初食べたローソンと似てるかもしれない。味が、これもなんかローソンと近くて、結構優しい感じしますよね。で、トマトが、なんかこれがトマトよりがやっぱりチーズの方が味が強いかもしれないし、で、本当一番変わってたのがそういうその製麺のやつが、今って食べるとやっぱり感じが合うね。ちょっともぐもぐする。これを食べるとね、なんかパンと一緒に食べてるみたい。だからピザ系がピザパンって言えばいいかもしれないです。これあもう一番ってさ、やっぱりこれ、あー、あち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 、あ、でもこれってさ、なんでわからないけどちょっと玉ねぎが入ってるような感じする。めっちゃ食べる。よし、ということでピッツァを食べて、結構また一泊なったんですけど、どれが私が一番美味しいかと思ってるのが、じゃないかなって思います。結構セブンとかそういうファミリーマートと迷ってたんですけど、結構味的には塩麺の味はウニーチーズマルゲリータ、多分ね、2つのチーズのマルゲリータだからすごく味がしっかりしてて、まあイタリア人としてすごく口に合うと思ってます。だからセブンイレブンはもう1番で、2番目はやっぱりファミリーマートのマルゲリータ。これはね、すごくシンプルだし、で、ちょっと一番形的にはなんかやっぱりちょっと思い出すね、そういう発想で似てるから、多分それでね、ああ癒されたんですけど、結構ロースのやつもすごく美味しかったと思う。なぜって美味しかったのは3つ両方食べて一番甘かった。だから甘い、こういうパンが甘さを感じ、なんか食べたい人が絶対ローソンが一番おすすめするんだけど、もうちょっとライトニングのものがファミリーマートのカルソネが美味しかったです。とりあえずちょっとカルソネのことね、ちょっと話したいと思います。これは結構安いんですけど、イタリアにも結構安くでいつも食べられます。特にナポリ、ナポリね、もう生まれたピッツァの街だから、すごくでっかいピッツァはもう300円だけですよ。だからもういっぱい食べていっぱい太りますが当たり前になるんだけど、そういうね、文化があるから、あとはね、そういう味がしっかりしてるし、なんでわからないけどイタリア人ね、もう楽しみながら食べながら、結構そういうたくさん食べて、そのチーズがニョニョンってになるのことがやっぱりみんな好きですよね。大体みんな待てで食べるんですけど、すごくちょっとシックのレストランとかだと、ちょっとフォークとかナイフを使ってるんだけど、正しいのは手で食べるし、すごくもう美味しいな感じでピッツァを食べて、エボーノオーデーやっぱりそういうピッツァがペパンがなくても超美味しいピッツァが食べれるのはもうイタリア文化ですよね。で、多分日本からするとご飯と一緒です。白ご飯やっぱり美味しいやなって思ってます。本当ね、やっぱりそういうピッツァとか、まあ、大きいピッツァが食べられない人が、やっぱりこれだけね、結構味が近い感じになるらしい。そんなにカロリーも、まあ、238ぐらいカロリーがあるので、そこまでね、500とか、まあ、普通のピッツァ食べたから、やっぱりちょっと大盛りになるから、ランチの時はこれを食べて
満足になるとか多いと思います。皆さんはどうと思ってますか？食べたことありますか？もうね、やっぱりね、マイフェバリットピッツァは何だろう、ちょっと待って、結構あるんですけど、やっぱりイタリアのピッツァはね、種類がすっごく多くて、多分30以上ぐらいあるんじゃないかなって思う。逆にね、私はね、今びっくりされると思うんだけど、シンプルが好きです。だからマリナーラがすごく好き。そのアンチョロビー入ってるやつとトマトを入ってるだけが好き。なんかおかしいよね、やっぱりおかしいよね。一番なんか一番ね、マルゲリータよりもシンプル、そういう感じがやっぱり好きですよね。イタリアに行くときに、せっかくだからマルゲリータ、ブッファラ、チーズが一番美味しい。なぜというと、普通のマルゲリータはこういうモッツァレラがあるんじゃん。でももっとダブルぐらい美味しいんだよ。すげえ大きくて、もうフレッシュな感じ、ミルクな感じして、もう口を食べる瞬間にすごく溶けるチーズです。イタリアにきっかけがあったらとか、あの有名なレストランとかあったら、ぜひちょっと見てみてください。本当美味しくてやばいです。美味しくてやばいです。いやね、食べたいな。やばいやべや。いやすごい、口の中でハハなんかね、ハハハってなってる。それがやっぱり美味しいと思います。はい、これで全部以上なんですけど、皆さんはピッツァが好きですか？何のピッツァが好きですか？で、あとはこれも好きなんですか？ぜひコメントしてください。いいねボタン押してチャンネルに登録してください。よろしくお願いします。グラッシェ、チャオ。